塾生さんが本物に出会ったからですかね、教えてくれる、でアウトプットしてると、確かに、なるほど、やりたい理由なのに、やらない理由にもなるっていうか、みんな好きなんですか、みんな好きなんです。はい、皆さんこんにちは。 This is summer、 お疲れ様、カン・サマーです。格闘技とかプロレスのリングサイド、特別リングサイド座ってる人たちって結構怪しい人多い。はい、よろしくお願いします。ということで今回なんですけれども、引き続き成功者ご機嫌インタビューシリーズ第2弾ということでやっていきたいなと思います。前回もですね、インフルエンサーでご機嫌な成功者のナナサマーにお話を伺ったんですけれども、今回はですね、最近ナナサマーが心がけてること、ハマってることなどを中心にお話をしていただきたいなというふうに思っております。以前はですね、数多くのプロジェクトを同時進行で展開していたナナサマーなんですよ。その時は効率的にタスクをこなすためにマルチタスクと言いまして、パラレル上に別のことをですね同時に展開されるということをされたんですけれども、最近はですね、眠ることの重要性だとか、精神的にゆとりを持つことだとか、そういったアイレベルだとかにフォーカスをされているそうで、彼女曰くマインドフルネスということを言っておりました。非常に僕自身も共感を持てたし、勉強になりましたし、何よりも彼女と喋ってると元気が出て、そしてやる気になるということで、本来僕2人マンツーマンでお話をさせていただいたんですけども、僕だけそのパワーをいただくのは申し訳ないと思いましたので、せっかくなので一応動画を撮らせていただきまして、今回ナナ様にご連絡させていただいたところ、使ってもいいですよということなので、この動画を見ておられる方は非常にラッキーでございます。それでは引き続きナナ様ワールドへ。パンツ部でも、食感を楽しんで、どれだけ噛んで、そこからこんな味がしてとかっていう状態をすると、なんか感じるじゃん。だから多分五感ね、普通にこう流れてることが一個一個感じる。幅を広げると、感覚って広がるよね、みたいな。いやー、それめちゃくちゃいい話。そう、だけど、なんかそういうことを何もしない状態があるから感じられるよ。そうじゃん、多分頭が忙しくて、そんな余裕もなかったし。でも、その、なんか多くの人がそのメディテーションでトライはするけど、どうやってやっていいか分からへんとか。あ、そうそう、そうですよ。いろんなことが、その頭を襲ってくるというか、その何も考えへんのが一番いいやろうけど、いろんなこの考えが押し寄せてきては、結局やってみたけど続かへんみたいな、何がいいねみたいな話あるじゃないですか。で、奈々ちゃんの場合はそれをちゃんと取り入れて、マインドフルネスになってるわけじゃないですか。この取り入れてみて、その30分それを取り入れることによって、実際の生活がこういうふうに良くなったよとか、例えばそれプライベート、仕事含めてありますか？ありますね。どういうことが良かったですか？なんか余白が持てる、常に余白が持てる、だから例えば時間でもちょっと前に行った余裕があるとか、そう、なんかその余白ってあるとちょっと、ね、気持ちに余裕ができるとか、そもそも気持ちに余裕があるんですよ、全てにおいて。あ、そういうこと。反応的にもならないし、なんか余白があるから。余白があるかな。パーンって反応しないから、特にしない。うわぁ、余白が常にあるので、なんか穏やかだし、ご機嫌だし。いや、なんかね、雰囲気はね、ちょっと違いますよ。あ、そうですか。さっき違う。あ、そう。あのね、もともと奈々様の印象は極上の女性なんですよ。極上、今日の印象は超極上です。超極上、あ、でも基本ね、あれはしてる。すごい自分がすごい一番いい機嫌のいい状態とか、自分を心地よくさせるってことに関してはものすごいやってる。それがね、すごい大事なんですよ。だからこの人むちゃくちゃ美にお金かけてて、そんなの運動とかそんなのめっちゃ金かけてるんだけど、美しいんですよ。残念ながらご機嫌じゃないんですよ。一緒にいて疲れるとか癒されないとか、今日の奈々さんはもうパワーチャージされまくってるんですよ。最近ね、クラブハウスっていうのやってて、あえて無料で話が聞けるんだけど、あのね、あそこで流行ってるワードがあるんですよ。
その話って実は有料級なんですよ、はい、というのが流行ってますクラブハウスのためで聞けるんだけど実は有料級ですよ、うん、実はそのまだ上があるんですよ、はい、この話は実は超有料級って感じ超有料級奈良様の話も雰囲気作りも超有料級です超有料級いただきましたもともと極上の女性なんですよ、はい、あ嬉しい超極上ですよやったでも癒されまくってますか本当そうです、うん、癒されまくってますいや ほんまですか、うん、で今日はすごいね、うん、あの嬉しかったのがすごいいいラウンジに来させてもらってるんですけど、うん、結構混んでました今日は、うん、こう対面の席がなかったんですけどなかったがゆえにこのビューの真ん前のこのペアシートみたいなんでこの距離感なんで、ね、仲良しですね良、ね、かったですほなあと余白生まれてあとはいやそれプライベートでもすごいいいしそうビジネスとかにおいてもやっぱりいい、あ、いいんですかえもちろ ん, なんかもちろんなんかやっぱり、うん、そのなんていうの僕はなんとなく分かるんだけどたくさんマルチタスクをしてる時の方が仕事もなんかパラレル上にグワッてそうなイメージがあるんだけどうん、思ってたんですけどいや、俺も思ってましたねなんか、なんか、うん、なんで今オーケストリートの人が SNS をやるのかとか、うんうん、で、グーグルさんとか、うん、スティーブ・ジョブズがやってたのかとか、うんうん、なんか、ね、皆さんがやってらっしゃるのかって、うん、そこが整ってないと始まらないっていうのは自分が整ってないと思ってる、うん、自分が整ってないと忙しくできるように、うん、そう、そこにも、うん、なんだろう耐えうる力もあるっていうか、うんうんうん、なんか、結構すごいクリアになった時、うん、で、あの、うん、いろんな視野に入れられるでしょ常にこう、うん、できるっていうのはあるんだろうな奈良様すごいですね、うん、もう教えていただいたことをちゃんと実践してますよなんかねすごい悟りの境地ダブルで境地じゃない境地、うんうんうん、境地じゃない全然すごいなんか違いますねそこに行きたいいや違いますね、うん、なんか、うん僕が初めて会った5年ぐらい前っていうのは、まあ、トークもされるし、まあ、美しいし分かりやすいし生き生きはしてるんですよもちろん、うん、なんかでもねそこにこうなんていうの優しさというか包み込むようないい、ね、まろやかさまろやかさそうだから料理で言ったら昔から超美味しい料理を出してるんですよだけど、はい、ちょっとやっぱりちょっと食うとお腹いっぱいになるみたいなうーん今はなんかね、うん、永遠に食ってしまうんですよ食べやすいっていうか熟成されたかなりいいじゃないですかいやこれはすごいほなビジネスにも好影響を与えてるってことですねそうですね、うん、だからビジネスもなんか、うん、結局ビジネスも、うん、なんだろうまあ人間関係もそうだし、うん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 、そうマインドもそうだあっていうか全体のことのベースにあるって感じマインドが土台がね、うんうんうん、あなるほどだから結局全部発生するというか、すごいですね、うんうん、それはでも2年半ぐらいでしょ、うんうん、なんで急にそういう、うん、きっかけメディテーションとかそれをやっぱりやってらっしゃる方と出会ったから、うん、石子さんが紹介してくれてでもその時はなんか、とか思わなかったですか先生もともと私ヨガやっていたし、うんあそっかそうヨガってだって呼吸法とか食事とかだからなんか整えられるんだったら、うんうんうん、ね、うん、あの何だってしたいなみたいなところがあったから本物に出会ったからですかね教えてくれる方がねすごいいいこと言いますね、うん、本物に出会う、うんはあ、すごいな、うん、なんかでもそれって奈々様とか見てて思うのが、うん、出会いましたってそれをこう受け入れる素直な気持ちがあると思うんですけど、うん、やっぱりなんかその自分の物差しで、うん、いやいいのは分かるけど、うん、こう実践しなかったり、うんうんうん、で結局そういう人と会った時に悩みを相談されるんだけど、うんうんうん、その悩みって5年前も言ってなかった、うん、ああ問題なのって全然変わらない全然変わってないでそれって結局相談しててアドバイスをするんだけど、うんうん、それを、受け入れることせずにずっと生き続ける人もいるじゃないですか。奈々さんはそれを聞いて、あ、本物と出会ったからっていうので、うん、そのすぐ受け入れて、うん、実践していく、うんうんうん、これって僕すごいめちゃくちゃ普段から思ってて、うんうん、それはいろんな勉強会だったり、うん、セミナーだったり、例えばそういう健康のことだったり、うん、
一瞬はできるけど、それを習慣化して実践し続けるっていうことができない人が多いですね。続けるのね、難しいですね、うん、その秘訣というか。いやだけど最初はまずスタートの時は、うん、とりあえずやってみるは絶対で、とりあえずやってみる、うん、でまあね、ずっとできるかできないかっていう話で、うんうん、そうまずはやってみる、うんうん、そうでやってみて、うん、で最初からすぐ習慣化ってできないと思っていて、うん、で最初まだできなかったんですよ、ずっと。あ、そうなの、うんうん、やっぱり、うん、なんだろう、うん、忙しいしとか、うん、理由にしないとか、はい、そう、うん、とかって、うんうん、そうじゃなくてそれを変えたいのにやるはずなのに、うん、ね、うん、それが理由なのにそれが言い訳の理由にもなっちゃうみたいな、うん、やりたい理由なのにやらない理由にもなるっていうか、うん、やっぱり教えてもらい続けたし、うんうん、なんかそれって重要だよなっていうふうに、うん、なんか体感できるまでやり続けてるっていう感じですかね。ほんと最近すごいことを挟んできますね。体験できる、体感できるまでやり続ける、うん、いやこれはね、むちゃくちゃ、それはいや、なんか僕もいろんなことやってるけど、多くのことをスタートするときにやり続ける人ってずっと一緒なんだけど、その楽しくなる前に辞める人って多いですよ。あ、確かに。体感できない前に辞めてしまうっていう、それって人によって誤差というか差があるじゃないですか、例えばなんか英語でもスポーツでも2ヶ月ぐらいで実感できるぐらい伸びる人もいれば、半年1年経ってから急に実感できる人もいて、個人差があるじゃないですか、ね、でもそれって体感できるのはやるって言っても、なかなか成果を実感できない人もいるでしょ、うん、いると思う。どうすればいいですかね。なんかすごくね、思うのは、うん、なんかちょっと、うん、ちょっとでいいんですよ、うん、だから、うん、例えば、うん、なんかそのじゃあ1週間何かをしましたってなった時に、うん、結局自分ができたっていう状態と変わってる部分って違くって、うん、変わってるんだけどできたと思ってないっていう。確かに、だから、この1週間でどんなプラスがあったとかっていうアウトプットしてると、あ、確かにってなると思う。なるほど。ちょびっとの差でも、でそうすると言ったことによって自分が、あ、そうだな、ちょっと変わってるなって自分が言ってるようで自分が聞いてるっていうか、そのちょびっとでもあれば続けられるっていうか、多分そういう場がないとできないって、100はできないわけじゃないので、ここまで言ってんのになみたいなところが、ここに実感がないわけじゃないんだけど、言葉にしないから分からなくなるっていうか。そうか、その場ね。その場とか。その場はどういう感じで作るっていうか。まあでも一緒にやってる仲間とか。ああ、なるほど。シェアするとか。あ、シェアするとか、ね。そうそう。うん、とか。あ、だからその一人でやってるってやっぱりしんどいんですね。一人だと続かないと思う。ね。うん。やっぱりみんなでやって、シェアするとか。そう、なんか環境大事ですよね。あかんよね、その辺もだからね、ちょっとすごいなと思うんですよ。もう自分もやるし、自分も整ってるし、で環境も作るし、結局僕もその昔経験があるんですけど、そのシステムだけにハマってる人いるじゃないですか。で今から考えたらですよ、そこのシステム勉強会とかあるんだけど行けば疲れるんですよ僕。なぜ今よく考えたら、そのシステムを作っていて賢いと思うし、場も作ってるんだけど、その本人が今から考えたらですよ、整ってないんですよ。ああ、なるほど。本人にちょっと疲れてる。さっき奈良様の話で言うと、本人に余白がない、だからちょっと僕がその人たちに反発するとバーンって跳ね返ってくる、でトークさえますから抑え込まれて、ちょっとパワハラみたいな感じになってて、結局はシステムあるのにしんどくなってしまうっていうのを全部つながってると思うんですよね。だから自分自身が整ってるいい状況である、マインドフルネスである、でその次の人たちをそういう状態に持っていくときに整えてあげる場まで持ってるっていう、すごくないですか。そう、奈良が持ってなくてもそういう場ってあると思うんですよ、あそこに関わるとか。あ、その場に関わる、ね、そうそうそう、だから全部自分でできなくても、なんか力貸してくださる方っていうのがいっぱいいらっしゃるから、そういう場を見つけるとか。そういう場を見つける、うんうんうん、まあなんかでも話聞いてると全てポジティブですね、
あ、そうですか。すごいなと思います。ちゃんがすごいですね。そうですか。なんか面白くて、僕ちょっとクラブハウスやってるんですけど、うんうん、サプリメントってあるじゃないですか、はい、それで、ね、クラブハウスってやっぱ音声のメディアやから、うん、聞くサプリっていう番組があって、なかなか面白いなと思うんですけど、うんうんうん、まさしく、うん、今日の奈々様は僕にとって聞くサプリです。嬉しい。本当に嬉しい。体感してます。体感してくれてる。嬉しい。でもいいです。なんかでもこういうね、なんだろう、なんか、心が、なんか開いてたとか。いや、開きますね。僕素直になるんですよ、奈々様と会ったら。え？奈々様と会うと素直になるんですよ。あ、そうなの。そうこうでしょ。いや、全然違いますよ。全然違いますよ。完全に素直。いやいや、素直になるんですよ。奈々様と会うと、うん、だからね、いや開きますし、なんていうんかな、もちろん、うん、僕はもう男より女性の方が好きなんですよ、うんうん、で、うん、僕の主観ですからね、スタイルの良くて可愛い人好きなんですよ、うんうん、もちろんそうなんですけど、奈々様の場合はそれだけじゃないのが好きなんですよ。あら、嬉しい。ちょっと聞いてもらっていいですか、うんうん、何が好きなんですか。何が好きなんですか。いや、いい方だなと思って。いや、それはね、あれなんですよ、俺をやる気にさせてくれるんですよ。あ、それいいね。モチベーションできるってこと。そういうこと。あ、それ嬉しい。でもそれしたいことだから嬉しい。いや、そうなんです。だから、うん、いや、可愛いから今日この人可愛い人と会えてよかったとか、そんな、もちろんそれもあるんだけど、それだけじゃないんですよ。あのね、あ、刺激できてるってことですね。2つあるんですよ。あ、なるほど。2つ、はい、1個が、あのね、元気になるんですよ。もう一個がやる気になるんですよ。ああ、やる気大事ですね。すごいやる気になる。そこ嬉しい。それ一番嬉しいかも、ね、そうだから、そうやって言っていただいた。やっぱり日常生活ってやっぱ忙しかったりとか疲れることもあるんだけど、うん、まず一個元気にさしてくれるんですよ、うんうん、元気にさしてくれるんで、さっきの奈々様のあれで言うと余白が生まれるんですよ、うんうんうん、で、毎回そうなんですけど、会うたんびにやる気になるんですよ、うんうん。でもやる気スイッチ押せてんだ。いや、押せまくりですね。嬉しい、それ嬉しい。これはなかなかですよ。あ、だから僕らその今回も久しぶりに会うけど、なんかね、近くで奈々様と触れ合うことが多い人たちっていうのは、うん、羨ましいです。あら、素敵。いいこと言ってくださった。マジで神様。ガチで神様。拝まないと。いや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 。そうか、そうか。引き出し上手、すごい。いや、引き出す力、やっぱ素晴らしいですか。どうやってしてんですか、それ。いや、素晴らしいです。どういう、それ教えてください。いや、まずだから、それ引き出す力はあれなんですけど、まずね、今日は僕は東京に来てるんですけど、まあ、好きなところに来させてもらったでしょう、うん、で、なぜこれ来たかっていうと、もともと奈々様に会いたいっていうのがあるんですよ。もともと奈々様の人間とか、うん、どんなこと最近やってるんだとか、うん、これからの展望とか、うん、それにめっちゃ興味あるんですよ、うんうん、そもそも、うんうん、だから引き出してる感覚もあんまりないんですよ。あ、そうですか。興味ある。興味も、あ、好奇心ですね、そう。基本、好奇心めっちゃ大事ですよ、うん、基本的に。だから、その人と人と会うときは、うん、興味ない人だと引き出すってたかなりだっていうのは、テクニックだとかパワーがいるけど、もともと興味があるから、うん、簡単に引き出せるっていうか、うん、で、それが興味があるわけやから、相手に対して今日は会う時間が例えば1時間ですと、うん、でも15分ぐらいで話なくなった、仕方なくなんか聞いてきてるなっていうのと、本当に自分に興味があるから聞いてくれてるんだって、多分ね、聞かれてる方はね、絶対わかるんだ。まあ、そうですね。確かに。僕は興味があって聞いてるから引き出せるんじゃないかなと思ったり。なるほど。興味ね、人に興味を持つね。でも興味持てない人多くないですか。カンさんの興味のこうレベルすごいけど、いろんなことに。でもそれパワーがないと持てないと思う、うん、人に興味っていかなくなっちゃうと思うし。だから、それがあります。奈々様にアドバイスして、メディテーション、うん、それからヨガがいいんですか。ヨガ、食べるものとか。そう、そうね、絶対。え、興味ない人多いですよね。興味ない人多いですね、うん。ね、でもなんか、なんていうの、興味ないとかって言うけど、じゃあ僕たち生きていくために家に住むでしょ。で、移動するために例えば車とかバイクとかチャリンコとか、あと出かけるには服を着るじゃないですか。
うん、なんでそれ服着たりとか車乗ったりとかしてるかって言ったら、うん、誰かに見られるからでしょ、うん、だって誰かに見られない無人島だったら軽自動車でもフェラーリでも多分誰も見てくれないし、うん、無人島だったらどんな服選んだって人に見られへんわけだから、うん、何でもいいわけじゃないですか。でどっか行くときに今日はカジュアルなとこ行くからカジュアルな格好で行こうとか、うん、今日はなんか高級なホテルとパーティーだからドレスで行こうとか、うん、ドレスだけってアクセサリーないのって、うん、髪はとか時計はバッグは靴は全部選ぶじゃないですか、うん、それってどっかに行って人と会うからだと思うんですよ。だから興味全くないとかではないと思うんだけど、そうですね、多分自分のことがねそんな好きじゃないかもしれないですね。あー、でもなんか自分好きにならないと人好きにならない。そう、だから僕ね、だからすっごい好きでしょ自分は。じゃあ僕ね、そういうのね絶対好きだよね、まだ大好き自分の。知ってるよ、俺初めて会った時思ったもん。もう本当にこの人すげえなと思ってこの人すげえなと思って、じゃあ俺ね分かってなかったんですよ。自分のこと好き、あー嘘、分かってなかったんですよ。みんな知ってると思うよじゃあ俺ね周りに言われて分かったんですよ、うん、あのあれパンさんってめっちゃ自分のこと好きですよねって言われて、うん、そうでもないよとか言ってたんですよ、うん、ほんなら 前言われたのはね、うん、あのゲストスピーカーで結構な会場に呼ばれたんですよ。でその時に僕が紹介する時に出てくる紹介の VTR なんですよ、はいはい、だから普通短い人って 2,30 秒ですよ、うん、僕がっつり5分ぐらいですよ、うんうんうん、それを結構プロの人に作ってもらったからいいんですよ画像が。でそれをお互いいろんなスピーカーに通って映像を流してたんですけど、なんか他の人も見てたらしいですよ主催者は、はいはい、ただ紹介の VTR 本人が流れてる時になんかこう下向いてたりとか、はい、出る準備をしてるっていう人がほとんどだったんですよ。自分の紹介 VTR 何回も見てるはずなのに腕組んで他のスピーカー恥ずかしそうにしてるのに嬉しそうに見ていたいいぞいいぞと、そうそう俺いいぞとその瞬間に、あのえそれ大切、いや出てみるでしょ大切、うん、いいこと言ってるこいついいこと言ってるなってやっぱ文字とか出ちゃうからそう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 こんなこと言ってたなみたいな、そうそう、ほんでなんかあと別の時にその主催者は録画してる回があったんですね。で行きたかったけど来れなかったんですよ、はいはい、そういうのがビデオあるらしいから見たいですよ、ね、でそいつの家に行ってビデオをかけたんですよ。でその時と途中で再生を止められて聞かれたんですよ、母さん1個質問いいですかと。自分が出てたビデオを自分で見てた人と一緒に恥ずかしくないんですか？なんか嬉しそうに見てますね見るんちゃいます自分のビデオとか。でもビデオとか恥ずかしいか。恥ずかしいですか、うん、それも自分だけじゃないですか、人もいるんですよビデオとか恥ずかしいかもだけどちゃんと見ることはできる。できんね、ちゃんと見ることはできるけど、うん、でもちょっと小恥ずかしさは関さんとは違った。ね、ふあ、あずこれ普通なんかね、やめてくれとかなるじゃないですか。うんうん、しかもむっちゃマニアックなやつがいて、車でとあるセミナー会場に向かう時あったんですよ。その結構 3,4 時間かかるんですよ。はいはいはい、でそこに僕のことを最近知ったやつが後ろに2人乗ってて、で運転手は僕も昔から知ってるやつで僕助手席だったんですよ。ほんで「菅さん話おもろいな、今日もどんな話してくれんの？」って車で向かってたんですよ。菅さんも面白いけど昔の東武とか結構やばかったかなみたいなこと運転手言うんですよ。で死ぬほど昔のビデオ出してみて15年ぐらい前のそれを流してたんですよ。で普通それで後ろに笑ってるんですよ。とかっつって今より面白いとか言ってるむしろ大昔なんで、あんまりそのしがらみとか、はいはい、その時なんですか、言いたい放題なんですよ。で僕も一緒に見てハハッと笑ってたんですよ。で後ろの二人が恥ずかしくないですかってこんな週何年前のやつ出されてって絶対恥ずかしいと思いつつ笑ってたんだ恥ずいでしょ、だって恥ずいよ、だって恥ずいよ。例えば奈良様がだってむっちゃ前のやつのなんか面白いのが、スピーチって何回もしているでしょ。自分で後でビデオを見たときに
こいつやったら同じこと言ってるなとか、こいつやったら落ち着きがないなとかっていうのを見て反省するから、まあ今僕も身振り手振りするけど、そんなこの軸がぶれたりしないんですよ。その時で十何年前で、人前に呼ばれ始めた頃だから、やっとなく教育してるそんなのせよ、奈々ちゃんとかも若い時のビデオがあってさ、なんかキョロキョロしますって言ってたら、してるしてる、恥ずかしいと思う、恥ずかしいと思う。俺ね、そいつらと一緒になって、こいつを思います。あ、こいつ、こいつ、こいつは伸びるとかって。ハンサムは思うんですが、やっぱり。やっぱ変わってんのかな。そこはなんかやっぱね、もうなんか飛び抜けてる。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。それすごい素敵なんだね。いや、でもね。奈々さんもそうやと思うねんけど、だから相手のことに興味持とうと思った時にすごいいいこと言った。相手のことを興味持とうと思ったら自分のことが好きじゃないとって言ったじゃないですか。で今は奈々さんも自分のこと好きやって言ったけど、それ昔からなんですか。参考になんなこれ。これ参考なんだ。でもよりなってた。そのレベルは好きレベルだ。自分のこと元から好きか嫌いかで好きやったけど、うん、その好きなレベルをどうやって上がっていったんですか。それは上がっていったのか、うん、上げていったのか、どっちなんですか。どっちもあると思うんだけど、うん、なんでそこは、ね、どう上げていったのか、上がっていったのかもしれないけど、それはなぜその好きのレベルが上がっていったのか、うん、あ、でもそれって、うん、なんか、うん、なんだろう、その、うん、もう学生の時とかって、うん、なんか前髪が決まらないからもう学校行きたくないみたいな、なんかでしょ。結構誰も見てない前髪だってみたいな話で、なんか可愛くないから学校行きたくないみたいな、なんかそういうところから始まり、うん、そうで、だけど、うん、なんかやっぱりその自分で何かをこう、うん、ね、お仕事したりとか、うん、こうしてった時に、うん、やっぱ自分がここって決めたところに関して、うん、それができるようになったりとか、ね、なんか決めてやってって決めてできたったりとかってした時に、うん、自分に自信がついた時とか、自分の約束守ってきた時とか、うん、なんかそういうところか。だからそう考えると自分の約束自体もしてない人もいるし、決めてない人もいるから、そこがやっぱりできひんから、なんとなくズルズルズルって言ってしまうかもしれないですね。あと約束するの怖くなっちゃって、約束するのが怖くなる。確かに。それなんで怖いんですか、約束するのが。なんか破っちゃう自分見たくないんじゃないですか。本当。確かに。あ、自分で決めてる約束なのに守れない自分が、そうか。でも僕それね、一つね、あれなんですよ、ワクワクのコツみたいなのね、見つけたんですよ。あ、なんですか、それ。僕も長いこと人生生きてきて、時間の経過がその若い時と比べてよりもめちゃくちゃ早く感じるんですよ。で、今これ10月、今日16でしょ、まだ1ヶ月半で今年終わりなんですよ。めっちゃ早いじゃないですか。ところが時間の経過をむちゃくちゃ遅く感じるコツというか、人生みたいな最近気づいたんですよ。例えば僕今回奈々様と会えるって決まったのがまだ2週間ぐらいとか、最近の話なんですよ。東京に行くってなったから、今回奈々様に会いたいなと思って約束入れたんですよ。で普通大阪でずっと暮らしている時って、うわ気づいたらもう月曜になってるやん、気づいたらまだ月曜って、うわ2週間もあって、やば、早っ今月ってなったんだけど、2週間前に約束を決まって、今日会えると。しかも僕ビッグサイトに行かなあかんから予定まで変えてもらって会えるってなるじゃないですか。この2週間むっちゃ長かった。うん、あ、なるほどね。そう、そういう感じにするってことですね。あ、今日は自分の1週間後とか1ヶ月後とかに僕の楽しみにしてる約束があったら早くその日が来てほしい。そうなるとこの1週間とかすごい待ち遠しいんですよ。あ、なるほどですね。それすごい、うん、だからそれ、そう考えると奈々様なんかいろんなことを決めて、いろんな達成イベントとか、アニバーサリーみたいなものをよく企画されてきたじゃないですか。ということはそこはもうアニバーサリーのイベントがあるって決まってるんだから、どんな服に行こうかとか、どんな話しようかなっていう、もうここがワクワクが先にあるから、これっていうのは結構長いですよ。早く来ないかな、早
なるほど、なんかね、予定立てるのめっちゃ好きなんですよ。うん、いいじゃないですか。予定立てるのめっちゃ好きなんですよね、うんうんうん、で、なんでかっていうと、その期間も楽しめるからっていう、そういうこと、そういうことですね。そういうことですよ。あ、なるほどですね。そう、それをするとそこまでの時間が楽しみだから、うん、心何も決めてない1週間っていうのは何もないわけですから、うん、一瞬で過ぎるんですよ、うん、でここに楽しみがあったら早く来ないかなっていう意識になると、うん、なるほど、実は結構な時間の長さを感じるっていうのがあるから、うん、未来にワクワクの予定を入れておくと時間って結構長く感じるなっていうのが、それめちゃいい、最近それが言語化できたんですよ。そうですね、確かに。そうだから予定を入れるのが好きだったんだって今思った。そうなんですよ。なるほどですね。最近それをね、いろんな人と喋ってて、あ、素晴らしい、あ、そういうことなんやって。素晴らしい。で、カンさんはいろんな楽しい予定がいっぱい待ってるから、うん、結構時間長く感じたりするんじゃないですかって。え、どういうことって言ったら、うん、いや、楽しみで仕方がない時ってないですか、うん、あ、なるほど。そうそう、それって長くなる、あ、なるほどと思って、うん、いうのもありましたよ。なるほど、うん、でもそうかも。だから、うん、あのスポンタニアスにバンバン動くとか、はいはい、いきなりパンって決めるってのはあんま好きじゃないんですよ。あ、なるほど。それはそれで楽しめるんだけど、楽しもうとはもちろんするし、うんうん、だから決まってる方が好き、うん、あ、なるほど、うん、それはそれで楽しいんだけど、うんうんうん、そう、だからそういうの好きですもん。いやそういうことか、さすが、すごいですね。その時間増えますもん。いやこれ本当にね、奈良様こそね、引き出すのがすごい上手で面白い。ちょっと弟子入りしたいですよ。弟子入りしたいですよ、ね、お互いいいじゃん、友達で。もうメンターです、メンターすごいですね、母さんはどんどん進化し続けて。いや、これもね、引き出すのが上手なんで。いや、すごいな。今日はどんな一日になるんですか。今日はね、あのね、今日は仕事するちゃんと、あ、そうなんですね。今週、うん、楽しませていただいちゃうから、あ、今日は仕事の、仕事しますよ、あって、あ、いいですね。そして予定立てる、楽しい次の。お、すごいいいですね。来週金沢行くの。あ、金沢行くの、うん、いいですね、うん、トリエンナーレ。何トリエンナーレ。何トリエンナーレ。芸術祭の自然いいですね、うん、あ、本当、うん、そうかそうか。いや、そうそう、もう今日はね、奈良様の話を受けて本当に良かったです。そうです、結構撮りました。嬉しい。あの、なんか誰かに見せるかもしれへんからさ、うんうん、なんかすごいね、メッセージを。誰に対してのあの読者読者読者うん、読者。でもなんかやっぱり、うん、俺の読者、あの、うん、最近すごい思うのが、うん、あのどんだけ自分らしくあれるかっていうか、うんうん、どんだけ自分に戻るかっていうか、うん、なんかね、よくブランディングとかでもお話しさせていただいている通り、うん、なんか何かを付け足さなくちゃいけないとか、うん、なんかいろんなことが足りないと思ってるけど、うん、今まで十分ですっていう話で、そうって思っててね、うん、だから、うん、なんか、うん、そこあなたしかできないことが必ずあるというか、うんうん、でもなんかそこって、うん、自分でできるんだって思わないとやらないし、うんうんうん、だからなんかその自分がそのいられる場所というか、うん、避ける場所があるっていうか、うん、なんかあなたじゃなきゃできないことがたくさんあるから、うん、もう1回しかないんだよね。いや、楽しまないと損でしょうって話。わあ、いい話です、うん、と思います。いや、ありがとうございます。もう奈良様不安になったら僕が一番不安やで、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。